今週の一杯19回目は広島の酒貨物るです。熱燗もいける酒です。初期は表千家13代側中祭と側中祭から一字をいただいた永楽善五郎16代側善で揃えました。箱をお見せしますと、これが杯の友箱、永楽善五郎像側善の印ですね。そして蓋裏にはこうですね、永楽像梅花杯好み側中祭、側中祭の好み物になっております。こちらのね、杯梅の花梅花になっておりますね。こういうところにね、切り込みが入って一手間かけておりますね。裏はこのような感じになっていて、ここにね、側善の永楽印があります。ここをね、ちょっと欠けているのが直されております。これはね、私が使っていこうと思ってるんで、これで良いです。売ろうとなるとね、やはり直しがあると安くなるんで、それだったら使っていこうっていう気持ちでおります。そして杯、こちらがそうですね、これもね、永楽善五郎です。はい、永楽善五郎像16代側善で間違いありませんね。で、蓋がこちらです。永楽像自筆松竹梅とっくり側中祭捜査の左という文字が書かれておりますね。側中祭の自筆です。これ松竹梅、松竹、あれ違いますね、松竹梅。そしてここに側中祭のね、顔があります。こちらがね、左だけな意味がね、これでわかりますね。このね、組み合わせで側中祭の自筆とっくりと側中祭の好み物で一杯やるっていうのは、表千家でお茶をやってる方でしたらね、Can you celebrate 的なんじゃないでしょうか。魚は炙った、イカでいい、明かりはぼんやりともりゃいい、しみじみとりんきんしみじみりオンリーメモリーズゴーオンバーイで、昭和のコマーシャルで英語版船歌かかってたの覚えてる方いますかね。この魚は魚、サワラです。イカではありません。春海漬け本サワラという商品です。サワラは魚編に春なので、この梅梅にはぴったりなんではないでしょうか。先日、白洲二郎、白洲政子にゆかりのある武相荘に行ったら、紅梅の大木が赤いつぼみをいっぱいに膨らませていました。季節も合っていると思います。春海漬けはこういうしおりの商品です。実家の高齢の父がこういう味をこなした商品苦手なんです。それでお歳暮にもらった品を送料かけてこっちに回してくれるんですよね。これで食費がどんなに浮いているかわかりません。パチスロ依存症の父でしたが、これだけは感謝しかありません。では早速いただいてみましょう。熱燗にしてあります。まあどうぞどうぞ。いや。もうその辺で。はい。いつもの一人芝居成功です。では、お顔もわからぬどなたか様、乾杯。ああ、梅酒。いつも梅酒って言ってますけど、今日は梅梅だけに梅酒もまあまあ合ってるんですね。優しい味です。大衆酒的な感じでしょうかね。高級感はないですけども、全く嫌味のない味ですね。紙パックの酒とはやはり全然違って、いい味がしますね。魚、はい、いただきます。どうでしょう。うまこれ、すごい、このうまさ感動的ですね。粕漬けですね、春海漬けって言って、化学の力もあると思いますね。サワラのうまみに化学調味料のうまみ、粕のうまみなどね、加わってうまみ倍増どころじゃないですね。うまさ増し増し3倍増し。これはサワラか。
もしマスだったら、マスのうまさが科学の力で増し増し増します。マスだけペースもますます進んで、まっすぐ進むのマジ。マジこんなん、まあ。死ぬまでの、まあ。暇つぶし、まあ。すぐには行かない、まあ。人生の曲がり角を3回回ってまた逆戻り、踏み出します、踏み込みます、踏ん張ります、曲がさします、そしてまた逆戻り。マスダマスオが歌いたいのは、マスとマス酒のマスとフィット、メスマスからは筋子も取れます。顔も知らないマスオの母は、しずこなのかも知れませんね。ますます募る思いが重たい、ますます二郎はますます繁盛、ますますませます急にの私は。はい、時事フェードアウトしました。気持ちよくなっちゃってましたね、まだ一杯目なのに。それでは今日はこの辺で、なんて終われません。話したいことがあるんです。それは夢を叶えた人の話です。小学校の卒業文集で将来の夢を書きますよね。それを叶えられた人って非常に少ない。私の夢はプロ野球選手だったから、箸にも棒にもだったんですけど、30歳くらいになってからかな、小学校の同学年の大規模な飲み会があったんです。そこに佐々木が来てて、今何やってんのなんて聞いたら、全日空のパイロットだって言うんですよね。ANA の。うへぇ、マジかすげぇなーって。そして話してるうちに、卒業文集の将来の夢なんだった、そんな話になって、佐々木がパイロットになりたいだったって言うんですよね。うえってまたなって、夢叶えたんか。すげぇし、なかなかいないよね。俺プロ野球選手だったしって。そしてまたその会場にその文集があるんだわ。佐々木確認したらパイロットで間違いなくて、私もプロ野球選手で間違いなかった。そこにいる顔見知りに確認して回ったら、まあ全員ね顔見知りなんですけど、かろうじて一人相沢さんがお嫁さんになりたいっていう夢叶えてんだわ。2年半だけだったみたいですけどね。で電話番号もらったんですよね、なんかの表紙でね。でもかけませんでしたね。そういうことでいいですよね。ちょっといっぱいいただいて、ああ入っていきますね。これは話戻しますけど、夢を叶えた人って有名な人、例えば一郎さんとか荒川静香さんとかいますけど、若い時に夢を語っている場面を見ているわけではないですから、まあすごいですねくらいしか思わないですよね。いやですよねって同意求めるところではないですね。私がそうなだけで、逆にパイロットになった佐々木くんにすごい感動して、それも逆でもないですけどね。文集に記しているのが私にとってリアルというか、真実を見てる感じがして、しかも希少で貴重なことに感動してんだと思います。ここまでは私の個人的な体験で終わってるんですけど、ここからは多くの皆様と共通認識できる、そういう人が夢を語ってそれを成し遂げたことについて話させていただきます。その人というのはピコ太郎さんです。そう、あの、君たちキウイ。パパイヤマンゴーだねーのピコ。いやいやいや。ペンパイナッポアッポペンのピコ太郎さんです。彼は小坂大魔王、元は底抜けエアラインの小坂和人さんですよね。この人が平成の人気番組、マネーの虎で、ロンドンでバンドをデビューさせ、世界をびっくりさせたいって語ってるんです。番組内ではノーマネーで終わって残念そうにしてるんですけど、ロンドンでバンドデビューという部分も違ってはいるんですけど、彼は確かに世界をびっくりさせましたよね。その番組の記憶があって、ピコ太郎の世界的な大ブレイクを目の当たりにしているから、嬉しくなっちゃいましたね。当時ね、リアルタイムで。小坂和人やりやがったな。夢叶えやがったなって感激しちゃいました。その後、武道館ライブでは前説にクリームシチューの上田さんを従えてね、それは日本でのすごい話ですけど、ペンパイナッポアッポペンは世界をね驚かせましたよね。 YouTube にねそのマネーの虎の録画をアップしている動画がありましたので、一応概要欄に URL 貼っておきます。ただその動画の最後に良くない宣伝動画が入ってますので、それは無視してください。それ始まったら他の動画に飛んでください。
でももうその宣伝もね機能してないと思います。なのでね、何も危ないことはないんですけどね。私と同じようにね、マネの虎の小坂和人さんのことを覚えてて、ピコ太郎が世界を驚かせたのをリアルタイムで感じて、小坂夢叶えたなって思ってた人いますかね。一定数いると思うんですけどね。どうでしょう。今のどうでしょうは長嶋茂雄みたいに言いたかったんですけど、なってませんね。はい、どうでしょう。ダメですね。少し魚をいただいて、お酒もね、いただきましょう。ああ、私がプロ野球選手の夢を叶えられないと自覚したとき、次にどんな夢を持ったんでしたっけ。なんとなく思い出せますけど、その夢を諦めた頃合いもなんとなく思い出せます。それぞれ違った夢ですから、繰り返しではないですけど、何回も何回も夢を諦めてきてるんですよね。だからね、夢を成し遂げた人ってすごいなって思うんですよ。ちょっとペースが上がってますね。それにしてもこの魚うまいな。もしこれがマスだったら、マスのうまさが科学の力でマシマシマシマス。マスだけペースもますます進んで、まっすぐ進むのマージ。マジこんなんまあ。死ぬまでのまあ。始末無事まあ。すぐにはいかないまあ。人生の曲がり角。3回回ってまた逆戻り。踏み出します。踏み込みます。踏ん張ります。曲がさせます。そして、また逆戻り。マスダマスオが歌いたいのは、マスとマス酒のマスとフィット、メスマスからは筋子も取れます。顔も知らないマスオの母はしずこなのかも知れませんね。ますます募る思いが重たい。ますます二郎はますます繁盛。ますますませませ中二の俺はますますますがき。また自主フェードアウトをさせましたけど、最後までお付き合いいただいた方、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。